5年間でウィーンフィルの皆さんにさまざまなことを教えられたので、その恩返しといいますか、まあ、含めてその仙台ジュニアオーケストラの団員としてしっかりと演奏して役目を果たしたいなと思っています。震災でこういうのを企画していただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、まあ、その感謝の気持ちを一人でも多くの方に伝えていきたいなと思います。